おはようございます、えー、ミニマリスト投資家のです、えー、今回はですね、まあ、損切りの方法をご紹介したいなというふうに思います。まあ、損切りつらいということで、まあ、逆指しねうまく使えば損切りはですね結構うまくうやることができますので、まあ、このつらいつらい損切りを、まあ、逆指しねの力を使ってうまくう扱いこなすということをちょっとお話しできればなと思っています。 はい、本業は会社員をしておりましてそれ以外にも株や国債金仮想通貨 FX 等々の投資家もしておりますで長期的なポートフォリオに関しては今790万円ぐらいまでお金が増えてきています、はい、で今日のお話ですけれども、まあ、損切りできないとか損切りのタイミングを逃した、まあ、場合によっては含み益を逃した、まあ、こういう悩みを解決できればと思っていますで方法ですけれども もう逆指し寝の設定を使ってもう機械に任せちゃうっていうのが私の一番の回答になります結論、えー、逆差し値の設定を使ってもう機械に損切りは任せるということですねでこの動画を通してちょっとあなたができるようになることっていうのはあまあこんな経験をしなくなるようになれば嬉しい限りですまあ含み損が大きすぎて辛いとかですねまあ損切りのタイミングを逃して想定以上の損が出ちゃったとか まあせっかく覆面期が出たのに利益を逃した、まあ、こんな経験私もあるんですけど、まあ、これをなんとかあ少しでも解決できればなと思っていますで、えー、知ってほしいことっていうのは損切りはですねもうみんなつらいあの辛くない人は多分いないと思うんですけどもうみんな辛いんですよねただ逆差し、ね、で機械に任せることで自分がいやいや押したくないそのクリックなりタップなりをもう機械にお願いしちゃうってことですね で損切りはもうできるしないではなくて単純にですねやらないだけなんですよね残念ながら、まあ、心が嫌だと言っていることだと思いますでただ損切りのラインっていうのは必ずもう作っておくことが大事ですあの損切りラインを作らずにポジションを取るっていうのはこれも NG なのでそちらもご紹介できればと思っていますで、えー、最終的には逆差し寝、ね、設定を使ってもう自分が知らない間にもう損切りしてもらうっていうのがもうベストですね まあこちらをちょっと順序立ててお話しできればと思っています。はい。じゃあまず基本ですけれども、なぜ損切りできないのかっていうことですけど、まあこれはもう単純ですね。もう嫌だからです。嫌だから。もうこれにつきます。まあ損切りはできるっちゃできるんですよね。だってボタンを押すだけなので。で、なんでできないかっていうと、もうしないだけ。もう心の言葉を言うと、もう超辛いもんっていう。 もうこれですよね。<laughs> で下がったとしても、まあ、例えばね上昇を狙って買い安いところで買って高いところで売るという場合であったら、まあ、自分がねその時に、まあ、急激になんかこう下落がね来たりするといや回復すると思っていると自分はだからクリックしたくないわけですね損切りのボタンを押したくないっていうことだと思います。 でこのですね、ただああそうは言ってもいつかは損切りをしないと本当にあの大損失になってしまうので、えー、損切りラインというのは必ず作っておくというのが大事です。これはもうどんな時でもですねあの長期でも短期でも基本的には今日は短期のお話が中心にはなりますけども、まあ、長期投資でも短期投資でも必ず損切りのラインを作っておくことをこれはもう絶対ですねマストとして思っていただければと思います。 でこれ何でかっていうとまあ想定内の損失にすするることがでできるからですね、まあ、損切りラインを必ず設定しておくとあ例えばこの投資でマイナス2万円になるなとか、えー、っとマイナス5万円になるなとか大体いい損切りラインを作っておくと損失は分かりますある程度ですね。ただそれを作ってないっていうのはやっぱ結構怖くって例えばね本当にドブに捨てていいような5万円が0円になったとしても別にいいかもしれませんけれども、まあ、多くの方はあそうではないと思います。 なので、まあ、この5万円のアイディアが3万円になってしまったらまあいいかなとただこれが1万円になってしまったら困るということあると思うので必ずそういうラインは作っておくことが大事ですで特に先物とか CFD とかレバレッジをかけてやるような投資した以上のです、ね、損失を被るような売買をしている方はもう必ず損切りラインは必要です 例えばですけれども短期投資の場合だったら損切りの価格を設定しておけばいいいと思います例えば上昇相場を狙っている時に買い値があ例えば FX だったら114円ドル円が110円で損切りが113円つまり1円下がったらもう損切りだとで目標の売り値っていうのは115円、まあ、こんな感じで必ず買い値そして損切りのラインそして目標とする売り値こちらを作っておくといいと思います。 一方長期投資の場合っていうのはもっと1年とか年スパンで見るので、まあ、こういう場合はあ損切りの価格もしくはあ時期っていうのを設定しておいたらいいと思います、まあ、例えば私の場合は長期投資での中でもですねサテライト戦略としていわゆるお楽しみ投資というかチャレンジ投資を、まあ、部分的にすることはありますでその時には 大体もう1年保有して価格がプラスプラス5%以下ならもう売却というふうに考えていますんでかっていうと大体米国のお有名なね S&P500 に投資をすれば大体年利6から7%ぐらいを狙えると言われていますそんな中で、えー、価格がですね自分のアイディア投資があ価格がプラス5%以下だったらですね もそんなアイデアに投資をしているんではなくてその分 s p に平均点としてですね投資をしていた方が全然資産増えていくので、まあ、長期投資の場合はあ1年ぐらい持ってそれがプラス5%以下だったら売却かなというふうに考えています、まあ、こういう形で短期であっても長期であっても必ず損りラインというのは作っておくのがベストですじゃあどうやってやるかってですけども まあ最初言った通り自分では押せななないんですよねなかガなンかガンガンガン損切りボタンを押せるという人はあ気にしなくていいんですけど押せないんだったらもう逆差し値の設定を使って損切りしてもらうということですね。えっと、逆差し値注文とか OCO 注文もしくは IFO 注文とかこれらを使って保有ポジションに対して必ず損切りラインを作るそして設定しておくということですね。 まあそうしししてておけば指定たた価格になったらでですすね自動で損切りしてくれますで、えー、私も経験ありますけれども損切りラインギリギリにこう今あ価格が下がっちゃっているて時はやっぱハラハラしますしなんか「あ」あってなるんですけどで例えば一晩寝て、えー、夜中の間に損切りされていたとで朝見た時にもちろんがっかりはするんですけど一方で心の重荷がこうスッと降りた気分になります。 それぐらいあの損切りっていうのは機械でやってもらうとそれはそれでですねもう心の重荷がスッと降りるんですね。で時間も戻せないですしもしそれをしなかった場合に自分の含み損が想定よりもどん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 大きくなってしまってもう本当どうしようっていうことになってしまいかねないのでもうこれは必ずやっておくことをお勧めします。はい、でちょっとオプションとして一つお話をしておくと。 この逆差しの設定をですね使い倒すことができればあの利確することにも使えるんですね。例えば含み益を逃さないためにこの逆差しの設定っていうのは非常に便利です。まあ、人は含み益があったときにですねそこから下落すると損した気分になっちゃうんですね。たとえ利益が残っていたとしても含み益がですねこれは心理学でいう三焦点と言われるものなんですけど自分が含み益がマックスに出ていた時の最高値 こここがが焦点と言われて、そこが比較対象になっちゃうんですよね。つまり自分の含み益が例えばプラス5万円になっていて翌日4万円になってと時に4万円になっていることで嬉しいはずなんですけどうわ昨日5万円だったのにっていう,もうここでがっかりしちゃってるんですよね。でこの3焦点にズルズルズル引っ張られて最悪の場合は利確タイミングを逃したり損をする可能性があります。 昨日プラス5万円になっていて今日4万円といや5万円戻るはずだと思って一晩寝て起きたらそれがあ利益がゼロになっていたとかもしくはマイナス2万円になっていたとかっていうこともありえますのでこの逆差し寝設定をうまく使えば利益を踏み益を逃さないということも使えますでちょっとですねチャートを使ってお話をできればと思ってますけれども例えばあこんな感じですね、えー まあ,あるこのチャートを見ていたときにこういうふうにマックスで上がっていたと例えば自分がこのえどうしましょうね10円この10円でエントリーしたというときにでガ,ンガンガンガン上がっていきましたとで、えー、1.5倍ぐらいにお金が増えましたと。 行ったときに、まあ、やったとなるわけですけれどもその後まっすぐ下がっちゃったわけですねまた残念ながら、えー、1.5倍10円がまあ15円16円になってまた下がっていったとでこんな、えー、ときに逆差し値を使っていけばあこの利益を逃さないということにもできます例えばあせっかく利益が上がったんだからもうそのときに新しい逆差し値ラインを作るんですねこれは損切りラインというより利確ラインという感じですかね 例えばこの価格より下がったらもう利確だというポジションをラインを作っておきます。例えばあ13円ぐらいにしておきましょうか。13円。こうやって含み益がガッと大きく出た時に、えー、っと新しい逆差し値、ね、損切りのラインではなくてその損切りをですね上げるっていう感じですかね。もともと10円でエントリーした時に例えばあ損切りラインが7円8円だったとします。 で価格がぐん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 上がって16円ぐらいまで上がりましたと思ったらもうその時に自分でこの逆差し値設定を上げるんですね。もともと7円8円だったものを14円とか13円とかにしておけばここからもう下がっちゃった時に利確してくれます。もちろんその時からですね16円から。 13円に下がってまたそれがですね20円ぐらいに跳ね上がることもあるかもしれませんけれどもまあそれはもう将来誰にも分からないしせっかく取れた利益を逃さないというためにもこの利格のための逆差し値っていうのも使っておくと非常に便利です。はいということで今日のね、えー、まとめですけれどもまあ損切りはできるんだと、まあ、しないだけ、まあ、心が嫌だと言っているということですね。<laughs> で 必ずポジションを取るときにはですね「損りラインは必ず作っておきましょう」ということですで。これはもう過去の自分投資短期投資を始めて最初の1回か2回、えー、恥ずかしながら注文方法がよく分からずとりあえずポジションを取ったんですよね。そうしたらこの逆差し値設定とかどうやっていいかよく分かんなくてハラハラしていた経験はあります。なので必ず損りラインは作ってそして逆差し値を使いましょうということですね。 知らない間に損切りしててくれてベストですで逆指し値はオプションですけど利確にも使えるので是非この注文方法っていうのはマスターして特にこの逆指し値だけでもいいので是非やってみてください,、はい。ということで今日のですね、えっと、この逆指し値設定損切りをなんとかあー実行するということを中心にご紹介させていただきました。 ふだんのです、ねえー、まあ売買投資があせっかく利益が出たのにとか、えー、せっかくお金が増えてきたのにこの損切りとか逆差しにを使わずに投資すること自体をやめてしまうっていう話をたまに聞きます。それはあもちろん痛い経験ではありますけれども、まあ、そこからですねまた経験から学ぶことで投資を続ければですねお金を増える増やすことができるというふうに思っているので。 ま今日のお話が少しでも参考になれば嬉しい限りです。はい、ということで、えー、今日のお話は以上でございます。えー、損切りは辛いと逆差し値を使ってみましょうというお話でございました。今日も聴いていただいてありがとうございました。良い一日を。